どうもタカオヌスです。今回は宿女の社交は EX 探索難易度ヌラティックをいろいろ言われている単体ラストワード持ちで少人数1ターンでクリアします。ゴリ押しでもいけるので今回の編成は参考程度に留めておいてください。まずは EX の1、こちらは育成途中のヘカーティアでも全然いけます。非属性弱点なのでヘカーティアのラストワードが有効です。装備札はこんな感じです。スキルを使用して2ブースト、バフを解除したくないのでフルオートはしません。このままラストワードを使用します。次は EX の2、こちらはミコでワンパンできます。金属性弱点なのでミコのラストワードが有効です。絵札はこんな感じです。ラストワード以外は適当に陽光を持っているだけです。フルオートでいきます。次は EX の3、こちらは2人編成でいきます。貴属性に対する耐性を使ってきますので日属性ラストワードで攻めることにしました。シオンの絵札はこんな感じです。ヒナの絵札はこんな感じです。シオンでまずデバフをかけてヒナの日属性ラストワードで締めるような形になります。フルオートでいいです。今回参考程度に単体ラストワードで討伐してみましたが、周回するのであれば EX の2が竜の巻、虎の巻、雲の巻と手に入るのでこちらがおすすめです。それではまた次の動画でお会いしましょう。